はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ただいま夜の10時、本当に社員には申し訳ないんですけど、出荷ピアノがもう大量にありましてですね、残業してくれてます。ちょっとねそのシーンを見ていただきたいと思います。今ね10時、こんな時間ですね。本当にね、うちの社員よく頑張ってくれてます。八尾がね今やってる作業なんですけど、これは鍵盤の側面の汚れを取ってるんですね。鍵盤はこう、こう見ていただいたら、押さえたらこう見えるでしょ、横の部分がね。でこういうところが手垢とかで汚れたら気持ち悪いじゃないですか。でこれを、普段はパッと見た時見えないんだけど、押した時に横がやっぱ見えるので、それもこのようにですね、ちょっと見てください。一本一本手作業でこのように汚れを取ってますね。ね、見えないからいいやじゃなくて、見えないからちゃんとねやるという気持ちでですね、作業の指定をしております。鍵盤一本一本このように剥がして、外してですね、側面をこのようにも丁寧にやっておりますのでね、運送の時にねちょっとホコリ入ったりとかいうこともあるかもしれませんけど、そのために1回目の納品調律というのがありますから、納品調律の時に最後の調整をね、させていただきます。このように、ちょっとね残業しておりますけれども、もう技術者はですね何でもやります。調律もやるし、修理もやるし、ああいう汚れ取りもやりますね。みんなで手分けしてこの出荷ピアノを頑張ってますので、購入したけど なかなかまだ届かないのっていうメールもよく来るんですけど、申し訳ないで本当に頑張ってます。このようにね遅くまで、これは W201 ですね。ごめんなさいね、このお客さんも待ってもらってますね。はい、いっぱいあります。頑張ってます。どうぞもうしばらくお待ちください。よろしくお願いいたします。今日はちょっと残業の様子をお知らせしました。それではさようなら。